セザール・リッツ、セザール・リッツ、シーザー・リッツ、1850年2月23日から1918年10月24日は、スイス・フランスの実業家、ホテル・リッツ、パリ、リッツ・ロンドンとカールトン・ホテル、ロンドンの経営で大成功を収め、ホテル王と呼ばれた。現在もヨーロッパ各地に残る各地の、リッツ・ホテルにその名を残している。 1850年2月23日に、スイスのバーリス州東部ので、ドイツ系のリッツ家の13人兄弟の場所として、生まれた。父はこの村の村長を長く務めた人物であった。冬の、約5ヶ月間にわたって、雪に閉ざされる、この村でセザールは15年間暮らした。現在のリッツ家の系統はすでにこの村には残っていないが、セザールの成果は人手にわたってはいるものの、 現存している。電気も水道もなく、暖炉で調理をし、ストーブで暖をとっていたこの当時、家族は小さな寝室二つと今で質素な生活を送っていた。1865年、セザールは家族の元を離れて、バリス州内、ドイツ語圏にある語学学校に行き、その後、鉄工を学ぶが大学となる。次に、 同州のブリークにあるホテルで見習いとなるが、雇用主のエッシャーから、君は、お手入れになれないと言われ、解雇されたという。1867年、17歳のセザールは、3度目のチャンスを求めて、フランスのパリで開催される、パリ万国博覧会向かい、万博開催期間中に、スイス館で軽食の給仕をした。その後、ホテルスプレンディドで食を得たが、この頃のパリは、 人口が百万人から倍増し、大掛かりな道路整備が進むなど、大きな転換期にあった。新たな富裕層や中産階級が台頭し、社会的階層を根底から覆した時代であった。セザールは、靴磨きや売春宿のドアマンなどの職を転々とし、パリで、名高いザボ以前という一流レストランで、ウェーターの仕事に就いた。仕事ぶりが認められ、頭角を現し、 20歳で支配人に抜擢されたものの1870年代後半には不仏戦争の暗雲が立ち込める。深刻な食糧不足の中、飼い犬や飼い猫の肉を食べる人もいる状況だったが、記録によれば、セザールは動物園から2頭の像を買い取り、それを切り売りすることにより多くの人々が像肉のソーセージで空腹を満たすことができた。この一件により、 セザールの名は広く世間に知られるようになったという。フランスの敗戦後、パリでは民衆が放棄、パリコミューンしたが多くの死者を出した地の一週間を経てパリは鎮圧された。1873年、セザールはパリを離れウィーンへ向かい、再び万博のスイス館で休時の職に就く。その後もスイス国内で転々とし、1877年に フランスに戻る間、パリを避け、フランス南部に滞在し、短期の季節労働に従事したり、様々なホテルで経験を積んだりした。当時、農村から観光地へと変貌を遂げつつあったリベエラでは、レストランを片っ端から回って働いた。1877年、セザールはモンテカルロのグランドホテルの支配人になると、一年で収益を倍にするなど敏腕を振るった。しかし、 リビエラに、これらが蔓延し、客足はすっかり遠のいてしまった。このことが影響し、以降、セザールは、変質強敵と言って良いほど衛生面に厳しくなった。自身も多い時は1日に4回もスーツを着替える、ほどだったという。セザールは、まだトイレや風呂が、各階に2つずつしかなかった時代に、ホテル階で初めて各客室に、トイレとバスタブを管理した。また、 客室の分厚いカーテンを取り払って、壁にペンキを塗ったり、ベッドは、新鍮製のものに変えたりした。これは室内を衛生的に保つよう、簡単に洗ったり掃除ができるようにするためであった。1880年、30歳の時、スイスのグランドナショナルホテルの支配人となり、経営全般を任せられた。セザールは、ラジオも映画もなかった時代に、 宿泊客のために趣向を凝らした様々なイベントを考え出し、ホテルは盛況する。そしてこれ以降8年にわたり、冬季、12月中旬から5月中旬は、非還地としてにぎわうリビエラで、そして夏季は、秘書地としてにぎわうスイスのルツェルンで働くことになる。1884年、ジョルジュ・オーギュスト・エスコフィエを、モンテカルロのグランドホテルの料理長に迎え、 レストランにも力を入れるようになる。出資者と料理長、そして時のプリンス・オブ・ウェールズ、後のエドワード・ナナセイというパトロンをも得たセザールは、その後、ホテルの経営者になることを目指すようになる。1888年1月17日、グランドホテルのオーナーの名でモンテカルロ育ちのマリー・イコール・ルイーズとカンヌで結婚した。当時セザールは37歳。 マリーイコールルイーズは20歳であった。妻の一族との社会的階級差を気に病んだセザールは地位を欲して当時カンヌにあったホテルド・プロヴァンスを買収した。その後もドイツのバーデンイコールバーデンでホテル・ミネルバを買収た。1889年にはロンドンでリチャード・ドイリー・カートに壊れてエスコフィエと共にサボイホテルでも働くことになり、セザールはモンテカルロ。 ドイツ、ロンドンと飛び回る日々が始まった。1896年、世界中から投資家を募り、リッツシンジケート、リッツシンジケートリミテッドという会社を設立し、以降、国際的にホテルを展開した。しかし、ローマのグランドホテルのオープンを不服に思っていた、カートがセザールとエスコフィエの執務室を創作させた。結果、セザールによる仕入れ書の改ざんやエスコフィエによる私的な、 金銭の着服度の不祥事が露見し、1898年3月、二人は事実上サボイホテルから解雇された。1898年、セザールはパリのバンドーム広場にホテルを建てるための理想的な場所を見つけ、リッツシンジケートに購入の意向を伝えたものの、狭くて高すぎるとして計画は却下された。そこでセザールは給油から借金をして、 これを自ら購入した。リッツシンジケートは、企業全体が友倒をれすることを恐れ、リッツパリという別会社を設立し、その経営をセザールに一任することにした。セザールは、当時長一流と言われた、インテリアデザイナーを雇い、家具からグラス一つに至るまで全てカスタムメイドにした。セザールは、アール・ヌーボーを取り入れたがったが、 バンドーム広場の雰囲気に合っていないとして自ら雇ったデザイナーと意見が対立数ヶ月にわたる議論の末、折衷案により新しいスタイルを確立することになる。その結果、ルイ16世風、リージェンシー風、帝国風など部屋ごとに異なるスタイルの内装がなされた。そして、1898年6月1日のオフィシャルオープンにはイギリス、アメリカ、 ロシアなどから各国の著名人、知識階級、富裕層、貴族らが続々と訪れた。その後、スペインのマドリードやイギリスのロンドンにリッツホテルのチェーンを展開するなど、次々に成功を収め、栄光の極みにあるように見えた。セザールだが、共中、常に家族に会えない、寂しさや自分の家柄や教養に関する劣等感を抱いていた。ちなみにセザールは、英語。 普語、独語を話したが、強いアクセントがあり、また文網だったと言われている。セザール自身が書いた文書は一つも現存せず、本人が署名した文書のみが現存する。また5カ国をまたいで12のホテルすべての面倒を見なければならず、十数時間に及ぶ記者での移動はセザールを披露させていた。1901年1月22日に、ビクトリア女王が崩御すると、 プリンス・オブ・ウェールズがエドワード7世として即位した。セザールは1902年6月26日に予定された戴冠式の式場を一任され、旧地の中であるエドワード7世の戴冠式を史上最大のイベントにしようと壮大な企画を進行させていたが、エドワード7世の病気、急性中水炎と言われているのため戴冠式は延期されてしまった。この知らせを聞いた。 セザールのショックと落胆は大きく、失意のうちに精神的に病んでしまい、幻覚を見るようになっていった。周囲の者は、セザールが亡霊と戦っているかのような姿を目撃する子もあったという。夫人は、セザールをリビエラで療養させたが一向に回復しなかった。セザールの病気は公には伏せられていたが、1911年には役員を外された。それでも、 セザールのデザインとコンセプトは踏襲され続けた。1914年、セザールはルゼルンからほど近いキュシュナ派との療養所に入所したが、その後も狂気の中で巨大ホテルのデザイン画を何枚も描き続けたという。精神病を発症してから16年後の1918年10月26日、セザールは療養所で孤独な死を迎えた。 セザールの死期が近いことを知らせる手紙を受け取った夫人が到着する2日前のことだった。立地課では同年、次男が事故死、長男は自分の一家を連れてスイス系アメリカ人の移民として渡米したため、夫人は一気に家族を失ってしまった。セザールの死を機に株主らから役員を辞職するように要請された夫人は部下の計らいにより、 役員会の議長のみを務めるようになった。夫人は1961年に93歳で死去した。生前、セザールと次男の墓も、セザールの生まれ故郷に移し、自らも同じ場所に葬られることを望み、3人は同じ場所に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。